第二次世界大戦時にアメリカ合衆国で開発、製造された、中戦車で、通称はシャーマン。高い機動力と火力を誇るアメリカの代表的な、戦車である。第二次世界大戦が勃発した1939年、アメリカ陸軍は、戦車保有数が少なく、唯一の中戦車、M2 中戦車も、時代遅れで、陸上戦力には、不安があった。 これはアメリカがヨーロッパから大西洋を隔てていたことや当初は中立的な立場を取っていたことにも起因するがナチスドイツにより欧州の連合国が次々と陥落しさらに東南アジアに進出した日本との関係悪化などから1940年頃には連合各国へのレンドリースポーを適用した支援やアメリカ自身の参戦に備えて 全周旋回砲塔に大型砲を搭載した戦車が必要と認識された。しかし、当時のアメリカでは大直径の砲塔リングを量産できる体制がなかったことから、M4 が開発されるまでのつなぎとして車体に7 5ト、mm、ル砲搭載の M3 中戦車が先行生産された。その後、 M3 のシャーシをベースに 75mm 砲を搭載した大型砲塔を持つ新戦車 T6 の開発と同時に航空、自動車産業を中心に生産体制の整備が急ピッチで行われた。1941年10月に M4、中戦車として正式採用されたが、鋳造生産能力の不足から T6 と同じ鋳造一体構造の上部車体を持つ。 M4A1 と板金溶接車体の M4 とが同時に量産されることになり、M4A1 はアメリカ参戦直後の1942年2月から量産が開始され、M4 は1942年7月から量産が開始された。M4A1、A2、A3 角型の外観の違い車体全部左右に、性操縦席と副操縦席兼前方機関銃座が 設けられている。砲塔内には、社長、砲手装填手の3名が登場。砲塔上面ハッチは、社長用のみ設置されたが、左側に、砲手装填手用ハッチが追加され、社長用ハッチは、防弾窓付きキューポラに発展した。左側面に設けられた、対不評射撃用の開閉式、ガンポートは防御力向上のために一時廃止されたが、 弾薬搬入や薬莢搬出に便利だったことから短期間で復活している。車体下部には脱出ハッチが設けられている。履帯は全金属製のものとゴムブロックを含むものとに大別され、さらに滑り止めパターンの形状の違いなどで多くの種類がある。初期の圧縁走行溶接車体の前面は、 被弾軽視を考慮して56度の傾斜が付けられ、操縦席、副操縦士席部分が前方へ張り出した構造になっていたが、後に生産性の向上と、車内容積の増加などの目的で、傾斜角47度の1枚板に変更されており、合わせて A1 の中造車体も含めて操縦使用ハッチの大型化が行われた。これらは、一般的に、前期型。 後期型と呼ばれているが、これらの改良も、各生産拠点による際や、現地回収などによりセンサ版別であり、車体分類なども、構成の研究によるもので定まっていない。砲側 75mm 方搭載型の場合は、回転棒立てとも呼ばれる、搭載法の行不覚寺に法と一緒に動く、外装棒立てと、砲塔に固定される、内装棒立てからなっており、 それぞれが湾曲し重なり合っていた。外装棒立ては 88.9mm の走行圧があり、内装棒立ては 38.1mm の厚みがあった。後部誘導輪と VVSS 後部のエンジンからドライブシャフトで最前部の変速機に動力を伝える M3 を踏襲した前輪駆動形式を採用し、航空機用である星型エンジンの使用を前提とした。 設計のためにエンジンデッキとドライブシャフトの位置が高くなっている。サスペンションは前期型では M3 と同形式の VVSS が採用されたが強化対策による重量増加に対応するため後期型ではより耐久性の高い HVSS が採用された。無線機は放塔工部の張り出しに収められていたが送信機、受信機ともに備えていたのは 隊長者など、全体の4割に過ぎず、1944年後半になってから全車が、送信機も備えるようになった。1945年4月18日、ドイツのライプツヒ市外線で、被弾炎上する M4。主砲棒立ては、初期の幅の狭い型のまま、車体側面弾薬庫の補助装甲と、砲塔のスタビライザー搭載で肉薄になった部分を、 補助走行が確認できる。また車体上には、増加走行代わりの土納が積まれている。手法は、当初 75mm 戦車砲、M3 と 105mm 榴弾砲、M4 の搭載が構想されていたが、生産簡略固め 75mm 戦車砲、M3 のみに絞られ、105mm 榴弾砲の、搭載は後回しにされている。 ついで後車砲から発展した 76mm 戦車砲 M1 を搭載した車両も生産された。後に採用された 76.2mm 砲は 75mm 砲に比べて走行間鉄力に優れていたが、砲弾が長く搭載数が比較的少なくなったこと、発射時の砲炎が多いこと、榴弾の削薬量が 75mm 砲より、 少ないなどの欠点もあることから、それぞれの方を搭載した車両が平行生産された。大型化した 76.2mm 用砲塔は、75mm 用砲塔と共通の砲塔リングであるが、前期型車体では搭載スペースが不十分なため、全面層甲板の一体化などで、車内容積が増えた、後期改良型車体にのみ乗せられていた。 方針を含むと全長が七点四七メートルとなる。当初、七十五ミリメートル砲型と並行して生産することを構想されていた百五ミリメートル砲型は、生産簡略化及び、砲画の不具合などの理由により、その生産開始は1 9 4四年となった。この搭載された百五ミリメートル砲は、百五ミリメートル榴弾砲 M2 を車載用に改造したものであり、 105mm 榴弾砲、M4 と呼ばれた。使用弾薬には、榴弾である、M1 や、発煙弾の M84 のほか、対戦車戦闘用の成形作薬弾の M67、などがある。このタイプの欠点として、弾薬のサイズが、車内の広さに対し少々課題気味であり、相談数も 76.2mm 砲、搭載型よりも少なかった。 イギリス軍では 75mm 砲搭載系を無記号 76.2mm 砲型を A105mm 砲型を B17 ポンド砲型を C と分類していた。シャーマン IC はシャーマン I ベースのファイアフライ、シャーマン E イヤは M4A にベースの 76.2mm 砲型ということになる。また、イスラエル国防軍では車体に関係なく 搭載下方の種別のみで、M1、M3、M4 と分類していた。車体前方に固定基準を搭載した、鋳造車体の M4A1 試作型 76mm 戦車砲、M1 がタングステンコー入りの高速鉄鋼弾、M93 を用いた場合は、ドイツ軍 88mm 砲並みの貫鉄力だが、方針寿命が半減する。加えて、 発射時の反動が大きいため方向にマズるブレーキが追加された。この砲弾は1944年8月から前線に支給されるようになったが、決算1万発しか製造できなかったので、M19 蓄戦車などに優先して供給され、シャーマンへの供給は十分ではなく、バルジの戦いの頃においても、シャーマンには常時1から2発程度の支給に止まった。 後の朝鮮戦争では、十分に供給され、T-34 を撃破する威力を見せた。なお、誹謗付け鉄鋼弾である M62 弾を用いた場合は、距離500メートルで116ミリメートル圧の装甲を、1000メートルでは106ミリメートルの装甲を貫通できたが、実戦においては、ドイツ軍戦車であるパンターの棒立てを撃ち抜く場合は180メートルの、 距離まで接近する必要性があった。M93 弾の場合は730メートルから910メートルの距離でパンターの棒立てを貫通できた。しかし、いずれも車体正面は貫通不可能であった。ドイツ軍はパンターなどの自軍戦車の強みである強力な戦車砲と厚い装甲を生かした長距離での戦闘を望み、 戦車兵2800メートルから2000メートルでの戦闘を指示したが、ドイツ軍の想定通りの距離での戦闘とはならず、アメリカ軍がドイツ軍の戦車を撃破した平均距離は893メートルに対し、ドイツ軍がアメリカ軍の戦車を撃破した距離は946メートルであり、自軍戦車の強みを十分に活かすことはできなかった。 これはパンターが関係した戦闘でも同じであり、パンターが直面した平均交線距離は850メートルで1400メートルから1750メートルのドイツ軍が望んだ長距離での戦闘はわずか5%、それより長い距離の戦闘はほとんどなく、結果的に多くのパンターがシャーマンに撃破されて76.2ミ、mm、リメートル砲と高速鉄鋼弾は シャーマンの対戦車能力を大きく向上させることとなった。副武装に1丁の 12.7mm 機銃2丁の 7.62mm 機銃を搭載する。しかし、イギリス軍の車両では 12.7mm 機銃を装備していないものが大半である。M4A1 と A2 の極初期型には M3 中戦車のように、 車体前方に2兆の 7.62mm 固定機銃が付いていたがすぐに廃止された。沖縄戦で日本軍の速射砲や爆雷に対抗するため現地で増加総看板を溶接される海兵隊の M4A3W、砲塔にも離体が巻き付けてあるドイツ軍兵器局が1944年10月5日に作成した資料によると 方合戦車や方合突撃砲などに搭載された 7.5cm48 口径戦車砲を使用した場合、車体正面下部は 1300m、砲塔正面は 1000m で、撃破可能としているものの、車体正面上部は貫通不可能であり、棒立ては 100m 以内に接近しなければ、貫通できないと分析している。手砲弾薬庫は、前期型車体では、 左右集部に設けられていたため、敵弾艦通時に搭載弾薬が誘爆しやすく、弾薬誘爆が M4 の撃破原因の60から80%という、高い割合を占めていた。あまりに、M4 が激しく炎上するため、アメリカ軍やイギリス軍の戦車兵の中では、M4 のことを、ジッポーや、ロンソンと呼んだり、また、敵のドイツ兵は、トミー・クッカーと呼んでいたという。 M4 が炎上しやすかったのは、ガソリンエンジンを搭載したためという誤解もあるが、実際には前述の通り誘爆しやすい位置に弾薬庫があったことが原因であった。応急対策として、車体側面に補助層看板が溶接された。後期改良型車体では、弾薬箱が床に移され、さらに全体を不凍液で満たして、陰火を防ぐ。 失色弾薬庫が導入されて、誘爆は激減し、誘爆が原因で M4 が撃破される割合は、約10から15%と大きく低下した。これとは別に、イギリス軍は、シャーマンファイアフライの改造時にスポンソン上の弾薬箱を撤去し、床上に装甲弾薬箱を新設している。また、前線では、予備のリタイア、天輪、土の王、 増加装甲代わりに積載したり、コンクリートを厚く塗布するなど、追加防御策が行われている。多くは、調達や交換が容易で、パンツァーファウストの整形策薬弾対策にもなる、土納が用いられた。しかし、この効果に対しては、賛否両論あり、逆に貫徹力を高める間合いを作ってしまうという、意見が出る反面、実践で効果があったと主張する者もいた。 パットン将軍は軍人の所行らしくないとこれを嫌って土の走行を禁止し、帰下のアメリカ第三軍では撃破された遊軍やドイツ軍の戦車の車体から切り出した後半を貼り付けていた。アメリカ海兵隊においては太平洋戦線で日本軍の速射砲に側面や後面を狙い撃たれて撃破される M4 が続出したこともあり、現地で鉄板や コンクリートや木材など手に入る材料は何でも増加装甲代わりに装着した。戦後、イスラエル国防軍が独自改良を行った M50、M51 スーパーシャーマンでは、火力はフランス製の a m x 1 3用7 5 m m 砲や AMX-304105mm 砲の装備により1000級を保っていたのに対し、装甲防御力については、 重量的限界からほとんど対策されないままであった。エルアラメインの戦いに投入されたイギリス軍のシャーマン2第二次世界大戦の連合国主力戦車でアメリカの高い工業力で大量生産された。生産に携わった主要企業は11社に及び1945年までに全車種で49,234両を生産した。 各生産拠点に適したエンジン形式や生産方法を取る形で平行生産させたため多くのバリエーションを持つが構成部品を統一し互換性を持たせ高い信頼性、良好な運用効率が保たれていた。M4 の初実戦は北アフリカ戦線、エルアラメインの戦いであった。アメリカ軍機構士団を投入しようという計画もあったが、 補給の問題もあり、レンドリース形式でイギリス軍に送られたものであった。エルアラメインに送られた M4 は初期型 M4A1、M4A2 であったが、50mm60、後継砲を搭載する e 号戦車が、主力のドイツアフリカ軍団には、M4 は難敵で、ドイツ軍戦車は一方的に撃破された。 特に M4 が猛威を振るったのが 75mm 榴弾による 88mm 砲への攻撃であり、今までのイギリス軍戦車にはなかった破壊力で、次々と 88mm 砲を撃破し、ドイツ軍の致命的な板手となり、イギリス軍勝利に大きく貢献した。しかし、その後のカセリーヌ峠の戦いで、ティーガー・アイと戦ったアメリカ軍 M4 は、 アメリカ軍戦車兵が不慣れなこともあって苦戦。アメリカ軍は M3 中戦車と M3K 戦車も含め183両の戦車を失う。アメリカ軍は T ガー I の脅威を知るとともに、ソ連から V5 戦車、パンターの情報を仕入れていたが、どちらの戦車も接触頻度が稀で、少数配備の重戦車との誤った認識をし、 すでに決定していた 76.2mm 砲、搭載以上の対策を取らなかった。一方、イギリス軍は M4 の対戦車能力向上のため、アメリカ軍の 76.2mm 砲よりは、強力な17ポンド対戦車砲搭載の、シャーマンファイアフライ開発をした。アメリカ軍分析とは異なり、ノルマンディ上陸作戦からのフランスでの戦いで、M4 と、パンターや、 ティーガーアイトの光線頻度は高く、75mm 砲搭載型は、愚か 76.2mm 砲搭載型も、非力差が明らかになる。東部戦線で経験を積んだ一部ドイツの戦車エースたちの活躍もあり、M4 がドイツ軍戦車に一方的に撃破されたという印象も強く、特にエルンストバルクマン新衛隊軍装はパンターに乗って、 多数の M4 を撃破したとされている。バルクマンの有名な逸話は、1944年7月27日に、山楼から空探性続く街道の曲がり角で、アメリカ軍 M4 隊と、交戦、たった一両で9両の M4 を撃破し、アメリカ軍進撃を足止めしたとされる、後に、バルクマンコーナーと称された、活躍団である。このような一部の活躍団をもって、 対戦中のアメリカ軍の証言では、1台のパンターに5台の M4 で戦わなければならないと徹底されていたと主張する者も,もいるが、それは、単に大戦時のアメリカの戦車正体が5両から、編成されているからに過ぎない。また、バルクマンコーナーでの活躍談も、歴史研究家で多くの戦車戦記での著作がある、スティーブン・ザロガの調査によれば、 アメリカ軍に該当する戦闘記録がないことが判明、ドイツ軍のプロパガンダではないかとの指摘もある。限られた活躍団での印象とは異なり、M4 はパンター相手に前線している。ノルマンディの戦いにおける3万ビュー乗れの攻防戦では、進撃してきた第 12SS 装甲師団のパンター12、両第2カナダ機交流団の9両の M4 が迎撃、一方的に、 パンター7両を撃破している。アラクールの戦いにおいては、アメリカ軍第4機構士団が、ドイツ軍第5装甲軍に大損害を与え勝利、したが、中でも、クレートン・エブラムス中佐率いる、第37戦車大隊は、多数のパンターを、撃破。1944年9月19日の、戦闘では、巧みに地形を利用した。 M4 シャーマンにより、待ち伏せ攻撃や追撃で11両のパンターを撃破している。第37戦車大隊は、アラクールの戦いで55両のティーガーアイとパンターを撃破し、連合軍勝利に貢献した。アメリカ軍は、パンターやティーガーアイ対策として、新型高速鉄鋼弾の生産を強化した。この鉄鋼弾は、M4 戦車隊に、 十分な量は行き届かなかったが、500メートルで208ミ、mm、リメートルの垂直後半貫通力を示し、76.2ミ、mm、リメートル砲搭載型 M4 の強力な武器となった。また、M4 は、信頼性、生産性など工業製品としての完成度は高く、大量補充と整備性の良さ、高い稼働率で、 高すぎてかつ複雑な構造のドイツ軍戦車を総合力で圧倒。ドイツ軍戦車兵が大量消耗により次第に質が低下したのに対し、アメリカ軍は熟練戦車兵が増え、M4 がパンターを圧倒する戦闘も増えた。バルジの戦いにおいて、1944年12月24日、フレヌーに接近してきた第2装甲師団、第2戦車連隊。 第2戦車中隊のアルフレッド・ハーゲ・シェイマー、新衛隊隊とフリッツ・ランガン家新衛隊将尉が、率いる11両のパンターー型を、第3機構士団第32機構旅団 D 中隊の M4、2両が迎え撃ち、遠距離砲撃で6両撃破、2両を損傷させ一旦撃退している。その後、ハーゲ・シェイマー隊は残った3両のパンターで再度、フレヌを目指し、 途中で、M5 系戦車一両を撃破したものの、また M4 からの砲撃で一両撃破され、ハーゲシェイマー社も命中弾を受け損傷している。一旦退却した、ドイツの戦車エースの一人でもあったランガン家は、命中弾を受け自身のパンターが損傷したため、フレヌー付近の森中の窪地に潜んでいたが、その後、監視任務からフレヌーに無警戒で帰還してきた、他の部隊の M4。 4両を撃破し一し報いている。翌12月25日にものビルをめぐる戦いでも、M4 がわずか45分間に、一方的にパンタジー、G、型を6両撃破、ドイツ軍を撃退している。バルジの戦いにおいて、最初2週間で M4 は、あらゆる原因で320両喪失したが、1085両が前線にあり、うち980両が稼働状態と、 抜群の信頼性を示したのに対し、投入された415両のパンターは、2週間で180両撃破され、残り235両も、まともに稼働していたのは45%の約100両といったありさまだった。結局、正面からの打ち合いではパンターに分位があったが、生産性、整備性、耐久力などトータルでは、M4 の方が優れていたという評価もある。 1944年8月から1944年12月のバルジの戦いまでの間、アメリカ軍の第3機構士団と第4機構士団の統計によれば、全員98回の戦車戦の中で、パンターと M4 のみが直接戦った戦闘は29回で、あったが、結果は下記の通りであった。29回を平均して、 M4 シャーマンの数的優勢は1.2倍に過ぎなかったにもかかわらず M4 シャーマンの有用性はパンターの3.6倍特に M4 シャーマンが防御に回った時にはパンターの8.4倍の有用性があったとの評価もあるがデータ数が不十分で両戦車の性能差が戦闘にどのような影響を及ぼしたのか証明するには至っていないアメリカ軍は ドイツ軍とは異なり、戦車の撃破数で称されることはなかったが、第37戦車大体大体長、エイブラムスは、自分が登場した、M4 シャーマン、サンダーボルトでも多数のドイツ軍戦車を撃破、終戦までに50両のドイツ軍戦闘車両を撃破している。また、ラファイエット G プール順位も、M4 を3両を乗り換えながら、兵員鮮明殺害。 捕虜250名、戦車12両含む戦闘車両258、両撃破の戦果を上げている。また、イギリス、カナダ、オーストラリアなど、イギリス連邦加盟国のほかソビエト連邦に4000両以上、自由フランス軍やポーランド亡命政府軍にも、レンドリースされた。カナダ軍では、シドニー・バルピー・ラドリー・オルターズ少佐が M4 にて18、 両のドイツ軍戦車と多数の戦闘車両を撃破、第二次世界大戦における、連合軍戦車エースの一人となったが、ウォルターズが撃破した戦車の中には、ドイツの戦車エース、ミハエル・ビットマンのティーガーアイも含まれていたとも言われる。M4 の 75mm 砲は、理想の武器、敵重戦車も 76mm 砲で撃破できると、する AGF の判断は、 M26 パーシングの配備を遅らせ、終戦まで連合国軍の主力戦車として活躍した。グアムの戦いで、日本軍の速射砲で撃破された、米陸軍の M4 コンポジット車体型。この時期の太平洋戦線において、海兵隊の装備が M4A2 なのに対し、陸軍は M4 や M4A1 を装備していた。北アフリカ及びヨーロッパに加え太平洋戦争にも、 投入された戦車戦力が弱い日本軍にとって M4 は非常な難敵でサイパンの戦い、グアムの戦い、ペリリューの戦いなどで M4 と日本軍の97式中戦車や95式系戦車との戦車戦が戦われたが日本軍戦車の97式 5cm7。 戦車砲や98式 37mm 戦車砲は M4 に命中してもまるでボールのように跳ね返されたということで日本軍戦車が一方的に撃破されることが多かった。日本軍戦車兵はそのような M4 を動く要塞と称して恐れた。それでも戦車第2師団が戦ったルソン島の戦いにおいては 茂げみ死体が、リンガ沿岸に上陸したアメリカ軍を迎撃、太平洋戦争最大の戦車戦となった。97式中戦車改めに、搭載の一式 47mm 戦車砲は、500ヤードで 67mm の装甲、1000ヤードで 55mm の装甲を貫通したので、M4 側面や後面装甲であれば、かなりの遠距離からでも、 貫通可能であり、戦車戦で撃破される M4 も少なくはなく、アメリカ軍は97式中戦車新砲頭型を最も効果的な日本軍戦車と表し警戒した。戦車戦での不利を痛感した日本軍は、その後の洋刀の戦いや沖縄戦では、戦車車体を地面に埋めて、即席の対戦車統治下として使用するようになった。そこで、 日本軍の M4 対策は、待ち伏せによる、速射砲と地雷と不評による、肉弾攻撃となっていった。速射砲の中でも、一式軌道メートル速射砲や九十四式三十七ミリメートル速射砲が M4 の、側面走行を至近距離から貫徹で撃破したことも、あった。沖縄戦では、M4 主力のアメリカ陸軍戦車隊が二百二十一両撃破されたが、 うち111両が、速射砲や野戦銃砲などの砲撃による、損害であった。また、海兵隊51両の M4 の損失を含めると、合計272両が撃破され、これは、沖縄に投入されたアメリカ軍戦車のうち57%にも、上っている。また、沖縄戦においては、日本軍はダンボール隊木箱に爆薬を詰めた。 急増爆雷を多数準備した。日本兵は、この急増爆雷を、アメリカ軍戦車のキャタピラーに向けて投げつけるか、もしくは爆雷を持ったまま体当たり攻撃をかけた。この特攻戦術は、効果があり、激戦となったか、かずの戦いでは、この不評による、体当たり攻撃で1日に6両の M4 が撃破され、アメリカ陸軍の公式報告書でも、 特に爆薬箱を持った日本軍兵士は戦車にとって脅威だったと警戒していた。アメリカ軍戦車兵は急増爆雷や磁力吸着式の99式発行爆雷で対戦車特攻を行う日本兵を警戒し戦車を攻撃しようとする日本兵を見つけると優先して車載機銃で射撃したが日本兵が関わる爆雷に銃弾が命中すると爆発し 周囲の日本兵ごと吹き飛ばしてしまうこともあった。また、戦車内に多数の手榴弾を持ち込み、対戦車特攻の日本兵が潜んでいそうな残豪を見つけると、戦車のハッチを開け残豪に手榴弾を投げ込み、特攻するため潜んでいた日本兵を相当している。他にも、ハッチに爆薬を密着させないよう多数のスパイクや金網を周囲に溶接、他に、 車体側面にキタパーを装着、またはこれを、型枠のように取り付け、車体との間にコンクリートを流し込み、磁力吸着式の99、式箱爆雷対策とした例も見られる。朝鮮戦争での M4A3E8、中国義勇軍に対し心理的な影響を狙って、車体や、砲塔の前面に、虎や悪魔の顔などが描かれた M4 は、 朝鮮戦争でも活躍した。主に52口径 76.2mm 戦車砲、M1A に搭載の M4A3E8 だったが、M24 系戦車138両、M26 パーシング309両、M46 パットン200両に対し M4A3E8 は679両も投入され、依然として、数的に、主力戦車であった。 朝鮮戦争では、アメリカ陸軍と海兵対戦車部隊は、北朝鮮軍、T、T-34 から85と、合計119回の戦車戦を行うが、うち59回は、M4A3E8 であった。アメリカ軍は、合計97両の T-34 から85を、撃破、さらに18両の不確実撃破を記録したのに対して、失った戦車は、 合計34両、うち M4A3E8 は20両で、さらに完全撃破されたのは、その半分以下であった。アメリカ軍が確実撃破した97両の T-34 から85のうち、M4A3E8 が撃破したのは47両、以前として、十分に戦力になることを証明した。その後中東戦争などで使用され、特に、イスラエル国防軍は、 M4 の中古、スクラップを大量に収集再生し、初期の地上戦力の中核として活用、その後独自の改良により、最強のシャーマンと呼ばれる M、M50、M51 スーパーシャーマンを生み出している。第一戦を退いた後も、走行回収車などの支援車両に改造され、最近まで各国で使用されていた。M4A3E8 型は、MSA 協定により、 日本の陸上自衛隊にも供与されて1970年代半ばまで使用され、同年代末に61式戦車と交代する形で全車が退役した。21世紀を迎えてもなお少数が運用されていたが、2018年にパラグアイで運用されていた M4A3 の最後の3両が退役し、これをもって正規軍で使用されていた。 M4 は全車両が退役した。グリズリー巡航戦車離隊はカナダ軍用独自のシングルピン型セクストン、自走放射マンファイアフライ VC 車体の機関銃が撤去され、乗員がいなくなった場所は弾薬庫になっている M36 ジャクソン駆逐戦車 M7 バイト1、プリスト M32 バイト2戦車回収車この他にも、 フランスのバティグノルシャテオン社による改造で、シャーマンの車体に、フランス製 AMX-13 系戦車の、砲塔を搭載した、ニコイチ戦車が、エジプト軍に配備され、第2次中東戦争で、イスラエル国防軍が M4A1 の砲塔に AM、AMX-13 の手法を搭載した M50、スーパーシャーマンと交戦した。 これは、m 4 a 1後期型車体を使った試作型、m 4 a 1リバラ,ライズフロリダ10が最初に作られ、後に M4A4 の車体に M4A2 用のディーゼルエンジンを乗せて回収したものが、1955年頃にエジプトに売却された。ありがとうございます。